さあ、先ほども紹介がありました3体の獅子が登場します。ステージ上では大人獅子、ちょっと下がってもらえますか、もうちょっと1メーターぐらい下がってもらえますか、すいません。小さいご自身でおります。
さあ皆さんどうですか、楽しかったでしょうか。さあもう間もなく琉球国祭り太鼓もさあラストを迎えようとしております。おじいじまんのオリオンビールは今年のどんたくのステージの思い出、皆さんしっかりと刻んでお帰りいただきたいと思います。エルクブラリアのさあ小学校の男の子が入りました。おじいじはステージ上におります。
君、それから高橋君、四代目が泉君ですね、もう本当に、それがずっと付き合いです。中央区の舞台も最後は飾ってくれました。3時半からですね、まあ、そういうことを今引っ張りだこで、もう本当に遅まで、今朝朝7時から私公務館の裏の駐車場開けておりますから、もう6時ぐらいから始めております。彼たちはですね、そんなに今頑張っていただいておるか、本当に何か月か、うん、そう、今年支部は九州地区から10支部、種子島も入れて10支部と、沖縄から2支部で計12支部でさせてもらいました。福岡支部はですね、奈良屋公民館で練習やっております。須崎の奈良屋公民館でですね、これからも一つ気に気にしてやってください。企業のですね、就任後にも私も知らしまして、もう喜ばれ、大変喜ばれておりますね。よろしく一つお願いいたします。高山君もよろしいですか、ね、はい。